ミカサ、私たちにはエルヴィンがまだ必要なんだ。ライナー、お前は運が良かったね。希望の灯火を絶やしてはならないんだよ。それはアルミンになってできる。調査兵団に入った時から。とてもじゃないけど受け入れられないよ。正気を保つことさえままならない。辛い辛いよ。分かってる。それでも前に進まなきゃいけない。知ってますか。いくら見渡しても地平線の果てまで続く巨大な湖だって。アルミンが…おい、もうやめろよ。いつかに見に行こうって。でもそんなガキの頃の夢を俺はとっくに忘れてて。全員ここから離れろ。ここで確実にベルトルトをエルミンに食わせる。行こう、ミカさん。だからまずは海を見に行こうよ。見てろよ、絶対あるんだから。みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。まったく、どいつもこいつもガキみてえにわめき散らしやがって。それだけじゃないよ、海だ。みんな何かの奴隷だった。エルヴィン、リヴァイ、ありがとう。許してやってくれないか。こいつは悪魔になるしかなかった。兵長、どうしてですか。エルヴィン、獣を仕留める約束だが、まだ先になりそうだ。もう死んだよ。